皆さんこんにちは。オハイオ州シンシナティ在住のミキです。ニューヨーク旅行3日目、今回はフェリーに乗って自由の女神を見に行ってきました。 9.11 メモリアルの慰霊碑やニューヨークにある日本のラーメン屋さんにも寄ってみたので、ぜひご覧ください。今日はマンハッタンの南側に来ました。もう見えるじゃん、あそこに自由の女神が。どこ？ほらほら、奥に。楽しみだね。すごい厳重だね。セキュリティチェックが入ってる。あれに乗るのかな。かな。結構大きい船に乗るんだ ね。よかった。この日、昨日一昨日とさ、雨がたまに降ってたじゃん、今日はちゃんと一日晴れるから、晴れ男。よかったね。もう近づいてきたよ。そうだね、ミスエリースアイランドっていう船の名前なのかな。大きいね。あ、座るところあるんだ。多分こっちの方がいいと思う。みんなこっち側がいいのかな。なんで？近いんじゃない？待った甲斐があったんじゃない？いい場所陣取れたから。本当だね。出発したね。ね、動き始めた。すごい綺麗だね、街並みが。すごい綺麗。涼しい。涼しい、気持ちいい。すごい涼しい。だんだん近づいてきたね、自由の女神に。ね。すごい。すごいね。すごいね。こういう風になってるんだね。ね。Please exercise caution when standing or moving around the decks. これ全部あれか、救命の。救命胴衣。胴衣。着いたね。着いたね。あれ、私たちツアー参加してたよね、そういえば。そうだね。どこで天候取るのかな。どっちだろう。待ってみる、ここで。そうだね。あれかな、違うかな。どこ行ったらいいんだろう。どこだろう。いないね。連絡取れないの。ネットが繋がらん。待ったね。どこ行っちゃったんだろう。もう一回向こう行ってみる。あんな目立つ格好してくれてたのに見失う私たち。見失う。まあしょうがない。あれだな。え？この人。いた？いた。よかった。よかった。よかったね。よかった。無事合流できた。ご安心だよ。ご安心。すごい大きいね。すごい大きい。ここまで来ないとこんなに近くでは見れないね。綺麗だね、街並み。うん。どうした？疲れた。みんな思い思いに楽しんでる。He loved the United States. As a matter of fact, there was only one thing he did not like about the United States: slavery. Well, a lot of them here in the United States are people who had kept other humans in shackles and chains. They did not want to give money to a project that reminded them they were on the wrong side of history. Statue of Liberty Museum. Vote of mine. Thank you.
これ耳かな、実際の。あれ実物大じゃない、きっと。でかいね、やっぱり。フルスケールコピーモデルだって。自由の女神の中ってああいう風になってるもんね。こんな感じになってんだ。オリジナルトーチって書いてある。これが元の最初のやつ。すごいね、本当大きいね。ね、だんだんグリーンになってったんだって。なんで銅ってさ、錆びると緑色っぽくなるじゃん。20円玉と一緒で、で緑。そうなんだ。で、こっちに顔があるよ。すごい、でかい。これが本当の大きさかな、なんじゃない。フルスケールだからこの大きさらしい。写真が集まって自由の女神が作られた。ここで撮った写真が向こうの自由の女神をだんだん形作っていくんだね。面白い。自分たちも参加できるってことなんだね。面白いね。面白い。みんな写真撮ってる。ここです。美味しそうだね。てかでかくない？アメリカの国旗がある。綺麗だね。1880年。綺麗な建物だね。ね。広い空間ができた。ね。ここがレジストリールームだったのかな。あ、ここにさ、審査官がいたんだもんね。入っていいですよ、ダメですよ。でもテストしてたんだよね。アメリカの人だとさ、自分の先祖はさ、ここを通ってきたんだって感慨深いかなと思った。ああ、なるほど。おじいちゃんはここを通ってきたのかとか。すごいね、この建物。カーブしてる。あ、そこじゃない。これに突っ込んできたってすごいよね。ね。何年前？2001年だ。うん。20年。20年以上前。ここに犠牲者の名前が書かれてるのかな。もう覚えてるもん。最初見た時映画の撮影かと思ったもん。日本でもそのニュースで持ちきりだったよね、ずっと。うん。向こうにもあると思う。2つの塔が倒れたじゃん。建物だね。すごい作りだね。こんなに並んでるの。こういうの描くんだね、並んでる間に。ね、細かく描けるんだね。やっとここまで来ました。長かった。長かったね。こんなに人気なんだ、こちらのラーメンって。ね、もうすごい行列。やっと入れた。入れたね。1、2、OK。 こんな感じなんだ。あ、いらっしゃいませって聞こえた。本当だ。置いてコールするんだ。ね、見て見て、ここにさ、うん、あの
豚骨とか秘伝のタレとかどうやって発音するか、それがどういう意味かっていうのが書いてあって面白い。ごゆっくりどうぞ。Please take your time とか。Thank you. Thank you.来ました。美味しそう。四角い箱に入ってるんだね。ね、美味しそうだね。美味しそう。じゃあ早速いただきます。うん、美味しい。うまい。これは人気だわ。これは人気出るよ。日本の味そのまま？うん、日本の味だね。次はさ、固めでもいいね。うん、ここを押してでしょ。本当だ、シャルメラの音聞こえる。 Thank you。 このレベルないよね、なかなかアメリカに。ニューヨーク旅行3日目いかがだったでしょうか。皆さんにも旅行気分を味わってもらえていると嬉しいです。次回はニューヨーク最終日、イントレピッド海上航空宇宙博物館に行ってきます。アメリカ海軍で実際に使われていた空母や潜水艦の中も見学できたので、ぜひまたご覧ください。